はい、今日は、ローソンでグラニッテのチョコミントを買いました。好みになってます。自分で混ぜて飲むそうです。牛乳が入ってて、であとかき氷が入ってるみたいなので、自分でスプーン、これスプーンで混ぜて飲んでくださいっていうことでした。ではいただきます。こちらですね、下にね、かき氷が入ってます。このようにね、で上に牛乳がかけてあるみたいです。どうやらなのでね、こうボソボソっと刺して混ぜるんですけど、結構硬いですね、下が。ちょっと頑張って混ぜてみます。かき混ぜてるだけでも香りが結構します。はい、こちらのグラニッテなんですけども、こう混ぜてるとこのようにね、牛乳と氷とが混ざっていって、こうシェイクのような、フローズのような、こう不思議な飲み物になります。で、これチョコチップはスイートチョコなので、それほど甘くなくて苦みが結構効いてるのでね、美味しいです。はい、でこれスプーンもついてるんですけど、飲むようにこんな風なちょっと太いタピオカドリンク飲むようなストローがついてます。これですね。はい、これでね、刺して飲みます。味はですね、とってもさっぱりしてます。チョコミントなので、なんとなくね、イメージ的にはこってりしてそうなんですけども、この氷と牛乳とっていう感じなんで、それほど甘ったるくもなく、かなり爽やかな感じです。ミントはそれほどきつくもなくて、こうほんのりミント味っていう感じです。チョコレートのね、苦みがいい感じのアクセントになってます。とっても美味しいです。でこれね、このカップも可愛いです。このグラニッテチョコミントって書いてあって、チョコミント専用なんですけど、クジラの絵が書いてありますね。可愛いですね。だからこれあれかな、海の中をイメージした感じかな。チョコミントのこう青色がね、こう見えるのでね、とっても可愛いです。はい、では以上です。ご視聴ありがとうございました。